ダニエル・ポール・ダメットは、イギリスのサヴァン症候群の人物。暗算、暗記及び自然言語の学習に関して、非常に高い能力を持っていることで知られている。彼を主人公としたテレビドキュメンタリー、ブレインマンは、世界40カ国以上で放送され、大きな反響を呼んだ。ロンドンの中流階級の家庭に、9人兄弟の長男として生まれる。自叙伝、ボーン・オン・エーブルーデーでは、転換、共感覚、アスペルガー症候群を抱えていたことが、自身の幼児期に多大な影響を及ぼしたと語っている。ダメットは、数字を色相や感覚と結びつけて理解する共感覚能力を持っている。彼の説明によると、1から1万までの数字は、各々の形態、色、手触り、感情を持っており、計算の結果導出された数字たちを直感的に共感覚的な景色であるとみなしたり、素数なのか合成数なのかを読み取ることができるのだという。中でも289のイメージを特に見にくく、333は特に魅力的で、円周率は美しい数字であると評している。また、数字のイメージを文章で書くだけではなく、芸術作品として視覚化する等の試みも行っている。2004年3月14日には、オックスフォード科学史博物館で行われた、イギリス転換協会の主催によるチャリティーチャレンジにおいて、円周率を 22,514 桁まで5時間以上かけて暗唱し、ヨーロッパ記録を樹立した。オーストラリア国立大学のアラン・スナイダー教授は、ダメットについて、サヴァンは通常、自身の能力について、どうしてできるのか説明できないことが多い。自然にできてしまうのだ。彼は自分の頭の中を説明することができる。それで彼は我々を興奮させるのだ。彼はロゼッタストーンになり得るのだとした。母国語である英語のほか、フランス語、フィンランド語、ドイツ語、スペイン語、リトアニア語、ルーマニア語、エストニア語、アイスランド語、ウェールズ語とエスペラント語を含む11カ国語を話すことができるとされる。その中でも母音が豊富であることからエストニア語を最も好んでいる。またダメットは現在モンテと呼ばれている新しい人工言語を創作しており、その言語はフィンランド語とエストニア語に関連した多くの特徴があるとされている。ダメットは非常に早く新しい言語を習得するのが可能なことでも知られている。チャンネル5のドキュメント番組の企画でアイスランド語を習得したところ、1週間後にアイスランドのテレビ番組においてすべてアイスランド語でインタビューに答え、その上達ぶりは彼のアイスランド語の教師が化け物、天才とまで評したほどだった。その一連の経緯は2007年1月28日にアメリカ CBS の60ミニッツにおいても放送され、全米で反響を呼んだ。同性愛者であるダメットはパートナーである。ソフトウェアエンジニアのニール・ミッチェルと共に共同で e ラーニングの運営会社Optimnemを経営しながら愛猫たちと平穏な生活を送っていたが2007年に別れ、現在は新しいパートナーであるフランス人写真家のジェローム・タベットとフランスのアビニョンで暮らしている。2002年のクリスマスにクリスチャンになったと自著、僕には数字が風景に見えるに書いている。ありがとうございます。